はいどうもー、水溜りボンドです。カンタです。お願いします。すげー、そうです。めちゃめちゃ音が反響するということは、ここが、私佐藤カンタの新しい新カンタハウスでございます。いやね、前回引っ越しをする動画だったんですけども、本当にコメント欄の、たくさんの温かい言葉ありがとうございました。本当にここからは楽しい動画をね、いっぱい撮っていく。それをね、こうみんなに見ていただこうかなと思う次第なんですけども、そういうのもありまして、この動画の最後でね、一個皆さんに報告があるんで、それも楽しみにしていてください。はい。で、この動画、何をするかと言いますと、もう皆さん、想像がついていると思うんですが、カンタの新居のルームツアーをしていこうと思います。で、なぜこの家に僕が住みたいのかって思ったのか、今結構アットホームな感じじゃないですか。こういう空気のところで、やっぱ生活したいなと思ったっていうところです。で、ここが実は 3.5 階なんですよ。そこが面白いんですよ。ね。音大丈夫か？窓開けた方がいい。3.5、個人的には 3.5 階がこの部屋になるんですよ。で、ここの部屋に関しては、正直今後動画ではあんまり出てこないかなってちょっと思ってて、で、理由としてはしっかり机とかを置いてみんなが作業できる部屋にしようかなとか、そういう風に思ってます。今考えてることと今後どうなっていくかわかんないんだけど、一応こういう部屋があるっていうところで、もう一つこの物件がいいなって思ったところは、もう変な間取りなんですよ。一つやっぱお願いがあるのが、本当に絶対にうちに来ないでくださいっていうところですよね。警察とかに言わなきゃいけなくなるんで、それはもうやめてください。ね、そういうのもあって、もう間取りをあんまりはっきりわからないようにはしつつですけども、今回はこのカンタハウスがどういう感じなのかをね、伝える動画が撮れたらなと思っております。こういう部屋がね、他にもあるんで、ちょっと見ていきましょう。よいしょ。でですよ、ちなみに、あんまりこういうのもあれだけど、家賃で言ったら、前回よりも安いんですよ。それがすごい。はいはいはい。すごいっしょ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 。もう階段放題。階段放題ですよ、皆さん。ひっしー。ちょっと、こっち来れる？はい。よし。ほら、ドッキリかけられるぜ。ドッキリかけられるぜ。あ、大丈夫。ありがとうね。はい。ドッキリかける。すごいっすよ、マジで。こういう部屋があります。ここの部屋は、後輩たちがね、作業してくれて休める部屋とかにできたらなと思ってるんで、ここもね、あんま映んないかも、今後動画でね。皆さん知ってますよね、あの新居恒例のあれあるじゃないですか。ちょっと見に行きましょう。ここお風呂場なんですよ。行きますよ。あれ、あれ、 P さん？ P さん？あれ、 P さんいないな。で、次の部屋、次の部屋。はい。そしてこちらが、私の、編集部屋でございます。はい、ベッドもありますと。最高な環境を、作れたかなと思っております。いいですね。そして、ここか。やっぱ顎長俺。やばくない？マジでやばくない？
憧れてたんすよ、このコンクリートの打ちっぱなしの感じ。これマジですごくて、ここがなんかいろんな人が来て、なんか人ん家ってよりはなんかなんだろう、ゆったりできる憩いの場になればいいなと思って、多分カメラだとめっちゃ広く映ると思うんだけど、まあ結構広いです、ここね。あの前のカンタハウスのリビングよりはちょっと狭いぐらいなんですけども、ここまあ撮影部屋ってわけじゃないんですけども、結構映っていくかなと。マジでね、ここやばくない？え、すごいよね、ここの部屋で。あとはちょっと下にキッチンがあるんで、そっち見に行きましょう。ちょっと一斉にカメラ任せます。ここも綺麗、ここも綺麗、キッチンとなんかテーブルとか置ける感じなんで、結構撮影に適してる。めっちゃいいっすね。ちょっとこっち、こっちね、あの悪いことした人を入れる部屋があるんですよ。え、ここやばいんですよ、本当に。ここの部屋すごくない？ここ怖っ。ここでもなんか、いや、その窓そなんか本当に囚人の部屋だよね、本当に。地下牢みたいな。ちょっと、じゃあ次行きましょう。やめてなんでここに四角が浮き上がるの？四角が浮き上がるんだけど、ここに四角が浮き上がるな。いや、ほんまや、ここに四角が浮き上がるんだよ、あそこ。これなんだっけ？ここトイレ、ユニットバスの部屋、シャワー付きトイレ。え、ちょっといいですか？いや、あれなんて、あれ、どうしたの？お待たせ。あれ、待った？ちょっと待って、あのさ、ここにシャワーあるじゃん、だからシャワー浴びようと思ってさ、ここをひねったんだよ。そしたら取れちゃった。あら、やば。シャワー浴びようと思ってここをクイッてやったらパコンって取れちゃって、浴びれなかった。 P さん見てた話と違うよ。俺も聞いてた話と違うから。濡れてね、いつもバタンって閉めるやつなのに、うん、え、出ないの？ここが、全然あら出なくて。え、なんで？わからん。え、ちょっとやってみていい？うん、なんで？え、この辺とかじゃないの？え、ここ取れちゃう。 B さん、あ、取れた。 B さん取れちゃった。ごめんなさい。着替えまで持ってきていただいて、ありがとうございます。じゃあちょっと引っ越し祝い。どういうこと？何が？あ、鏡映ってる。あ、こっち見た、こっち見た、あ、こっち見た。ということで、お家のね、僕がめちゃめちゃテンション上がってるっていうのは多分伝わったと思うんですけど、一つだけ分かったことあります。このお家をやっぱりしっかり選んだ方がいい。めちゃめちゃ大切、やっぱ家ってって思いました。今までなんで気づかなかったんだろうなって思うぐらいね、家を探すのも、あの内見に来るのとかも全部めちゃくちゃ楽しくて、ただのこう生活ってよりはなんかここに何を置こうかなみたいな感じで、ちょっとこれからの生活も正直楽しみだなって。この物件良すぎない？大丈夫？っていう逆に怖さもあります。で、こっからちょっと一つ僕からお知らせがね、あるんで、私カンタ8月明日から水溜りボンドのメインチャンネルを毎日投稿しようと思います。ぜひね、楽しませる企画とかコラボとかいろいろ考えてるんで、全部見ていただけると幸いです。どうぞこれからもよろしくお願いします。そして楽しみにしていただける方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。お久しぶりです。
あ、お久しぶりです。お久しぶり。久しぶりです。いや、ちょっとさ、前も話してたけどさ、動画撮ろうよ。ぜひぜひ。撮りたいです、めちゃくちゃ。じゃあ、いや、やりましょう。今ちょうど撮ってたんで、ありがたいです。いや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 、はい、頑張ろうぜ。じゃあ詳しくはまた連絡するわ。あ、了解です、わかりました。はい、じゃあねー。はい、お願いします。あ、やべ。